皆さんこんにちは。本日は先日公開したこちらの動画、こちらの続きです。こちらの動画でもお話しましたが、オンラインマラソンを開催することにいたしました。そして動画の中でもお話をしたのですが、オンラインマラソンの距離、こちらはまだ決めていませんでした。そして距離を決めるためにアンケートを募集したのですが、このアンケートをたくさんの方にご回答いただきました。本当にありがとうございます。このアンケートの集約が終わりまして距離が決まりました。それを皆様にご報告させていただきたいと思います。その前に一つ皆様にお詫びです。先日の動画、たくさんの方に見ていただきました。プレミア公開にさせていただいたのですが、今までで一番の同時接続数、一番の視聴者数でした。動画を見ていただき、たくさんの賛同するお声だったりとか応援のコメントいただきました。こんなに騙すようなサムネイルやタイトルをつけるのはやめてほしい、こういった声もいただきました。これに関しては非常に申し訳ないと思っております。たくさんの方に見ていただきたいと思いが強すぎて、こういったサムネイルをつけてしまうことになりました。本当に申し訳ございませんでした。今回こういったタイトルやサムネイルにし、皆様に不快な思いだったりとかびっくりさせる心配な思いをさせてしまったのかもしれません。ただコメント欄には、やめるかと思ってびっくりしたけどやめないでよかったであったりとか、続けてくれるなら全然いい、むしろ応援しますといった声もいただけました。そのことに対して僕自身もすごくびっくりして、そしてとても嬉しかったです。そもそも僕は中学時代に陸上を3年間、そしてその3年間は円盤投げといったマラソンとは似ても似つかない、結びつかない競技をしていたんですね。なので30歳になるまではマラソンとは全く縁がない人生だったんです。それが30歳になって何か新しいことを始めてみたいな、そう思って始めたのがマラソンだったんです。たまに学生時代のタイムはであったりとか、どこの強豪校出身なんですかといった声もたまにいただくんですね。でもそんなことは一切なくて、ごくごく一般的な市民ランナーです。ただトレーナーという立場なので、皆様が怪我なく走れるように、そういった情報を出していこうと思って YouTube を始めた、これがきっかけです。それが今では6万人の方に登録いただける、そんなチャンネルになりましたが、この YouTube を始めた2年間というのは楽しいことだけでは決してなく、企画に迷ったりとかいろんな意見をいただいたりとか、決して楽しいだけではなかったんです。正直な話をすると、本当にやめようかなと思ったことも1度や2度ではないんですね。ただ皆様からも怪我がなくなったであったりとか、おかげでベストが出た、そういった声もいただくようになったんです。そういった声をいただくために、もう少し続けてみようかな、そう思うことができて、結果2年間今日までやってくることができたんですね。何が言いたいかというと、この2年間ここまでやってこれたのは紛れもなく皆様のおかげなんです。なので前回の動画のタイトルである2年間ありがとうございましたというのは、これは決して本当に嘘ではなくて、皆様への感謝の気持ちを伝えたかった、そんな思いもあって、こういったタイトルにしました。なのでここではあのタイトルというのは紛れもなく事実だということをお伝えしておきたいと思います。本当にありがとうございます。そしてごめんなさい、前置き長くなったんですけども、2000人近くの方がアンケートに協力していただいた結果、一番人気だったのがハーフマラソンです。なので今回のオンラインマラソンの距離というのはハーフマラソンに決定したいと思います。実は言うと、コメントでもいただいた通り、何個距離があった方がいいんじゃない、そういった意見もありましたし、僕もそれは検討したんですけども、本当に申し訳ないんですけれども、システムの関係上距離を一つに絞らないとダメだ、こういった背景があるんですね。なので距離を複数にしたい皆様の気持ちであったりとか、僕もその気持ちあるんですけれども、今回はシステムの都合上一つの種目とさせてください。本当に申し訳ございません。なので今回は一番人気であったハーフマラソン、こちらを開催しようと思うんですが、少し懸念点として、ちょっとここ最近ね、いきなり気温がぐっと上がりましたよね。ハーフマラソンを本気で走るには結構暑くなるんじゃないかなと思います。特に雪が降る地域の方というのは、ようやく最近走れるようになったという声も聞くぐらいです。なので今回のハーフマラソン、しっかりと対策をして、補給をちゃんと行える環境にして走るようにしてくださいね。もちろん全力でガチランだけではなくて、今回の地方創生をテーマにしたご当地スポットを走るのもよし、みんなで楽しくワイワイしながら走るのもよし、もちろん記録が出るコースでがっつり走るのも OK ですし、トレーニングの一環で走る、これも OK です。いろいろな楽しみ方があります。ぜひね、自分が一番楽しいとか楽しめる、そんな走り方で参加いただければと思います。そしてエントリーや参加特典というのは動画概要欄にホームページを貼っております。ぜひこちらのページ一度覗いていただいて、そしてぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。もちろん僕も一緒に走りますので、オンライン上ではありますが、皆様と一緒に走ること、これをね、楽しみにしております。はい、本日の告知動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ではまた皆様、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。